やめろ、サスケ。押したな、サスケ。さくら、お前一人でサスケを殺そうとしただろう。第七班の先生でありながら、お前たちをバラバラにさせてしまったのは俺の不甲斐なさ。サスケ、俺は同じことを何度も言うのはあまり好きじゃない。だがもう一度だけ言っておく。復讐に取り憑かれるな。イタチを、父を、母を、一族をここへ連れてこい。お前を殺したくない。俺をいつでも殺せるみたいな言い方だな。俺はあんたを殺したいとうずうずしてるぜ、カカシ。お前はその子を連れてこっから離れて。カカシ先生。お前の覚悟の重さは俺が受け取るよ。シャリンガンってのはな、ウチハの証だ。なら、ほとんど取り上げ。俺とお前のシャリンガン、その格の違いを教えてやる。ウチハの力に感謝するんだな。今の俺にとってお前らの笑い声は軽蔑と嘲笑に聞こえる。カカシ先生に重荷は背負わせない。よせ、サスケ。これは俺の役目だ。気を生んだな。よ、どうせ九尾の陣中力は狩らないといけないんだし。ゼツ、お前じゃナルトを捕まえるのは無理だ。サスケ、お前も本当の心の内が読めたのかよ、この俺のよ。それに見えただろ、お前と俺が戦えば二人とも死ぬ。てめえは一体何がしてんだよ。なんで俺にそこまでこだわる。友達だからだ。マダラはここで俺が処理する。カブイ。やめておけ、カカシ。そんな術は俺には効かない。行くぞ、サスケ。マダラ、
後で話しに。